感動必死。ナンバーアンダーラインイからのサプライズメッセージに涙。泣きっつら IMP、XGames 千葉2024で披露した、バムブーライブ映像をついに公開。滝沢社長も太鼓判。IMP の快進撃が止まらない。IMP の7人はステージでの熱いパフォーマンスを終え、ファンの歓声に包まれていた。XGames 千葉2024の舞台で彼らが披露した、 バムブーのテーマソングは大会のエネルギーと完璧にシンクロし、観客だけでなく他のアーティストや業界関係者たちも圧倒された。彼らが背負っていた期待と重圧を知っている仲間たちは、その成功に胸をなで下ろした。しかし、IMP の7人にとってこの日、特別な意味を持ったのは単にパフォーマンスの成功だけではなかった。その日、彼らのスマートフォンに届いたメッセージがあった。 送り主は戸部の先輩であり、同じ事務所の仲間であるナンバー・アンダーライン愛の3人、平野翔岩ガン・そして神宮寺優太だった。ナンバー・アンダーライン愛は戸部の看板として、すでに多くのファンを魅了しているが、IMP に対する彼らの思いは特別だ。ナンバー・アンダーライン愛は、自分たちも新人時代に経験した不安やプレッシャー、そして成功への熱望をよく知っていた。そのため、 IMP の成長と努力を見守り、時には支えとなることを使命と感じていたのだ。メッセージにはシンプルながらも深い思いが込められていた。お疲れ様、みんな。バムブーのデジタル配信決定、本当におめでとう。ライブでのパフォーマンスも見させてもらったけど、すごく感動したよ。あのステージに立って、堂々と歌って踊る姿、本当にかっこよかった。 自分たちの夢を追い続けてきた君たちの努力が確実に身を結んでいることが感じられた。これからも新たな挑戦が待っているだろうけど、私たちも応援しているからね。そして、いつでも力になれる存在だと忘れないで。次のステージも楽しみにしてるよ。頑張って、といった内容が書かれていた。IMP のメンバーはそのメッセージを読み、感極ま待った表情を見せた。 デビュー当時から尊敬し、憧れ続けてきた先輩たちからの温かい言葉に胸が熱くなり、涙ぐむメンバーもいた。ステージ上で輝く瞬間は確かに特別だが、こうした人間関係、そして仲間からの支えが、彼らの音楽活動をさらに意義深いものにしているのだと改めて実感したのだ。特に IMP のリーダーは、このメッセージに対して、ナンバーアンダーライン愛の先輩たちがこうして見守ってくれていることが、 僕たちににとって本当に大きな支えです僕たちもいつか後輩たちに同じように力になれる存在になりたい。そして、トベファミリー全体でお互いを高め合いながら成長していきたいです、と感謝の気持ちを述べた。この友情と敬意は彼らの音楽にも反映されている。IMP とナンバーアンダーライン愛はただの同じ事務所に所属するアーティストではなく互いに切磋琢磨しながらも時に励まし合い。 支え合う仲間だこの関係性はファンにもよく知られており、両グループのコラボレーションや共演が話題になることもしばしばだ。ファンは彼らの音楽やパフォーマンスを通して、彼らの絆の強さを感じ取ることができる。特に、バムブーは IMP にとって大きな挑戦だった。この楽曲は XGames のテーマソングとして、彼らにとって新たなステージに挑む象徴的な曲となった。その歌詞には、 自分たちの夢や目標に向かって突き進む姿勢が描かれており、まさに彼ら自身の姿と重なる部分が多い。ステージでこの曲を歌い、全力でパフォーマンスする彼らの姿は、これまでの努力と苦労を乗り越えた自信と誇りが感じられた。IMP のメンバーは、ナンバーアンダーライン愛の先輩たちからのメッセージを胸に、さらに次のステージへと向かう覚悟を新たにした。彼らにとって、成功はゴールではなく、 新たなスタートラインであるトベという大きな家族の一員として、彼らはお互いを支え合いながら、さらに高みを目指していく。ファンにとっても、この友情や絆は非常に感動的であり、彼らの活動を応援する理由の一つとなっている。多くのファンが SNS で感謝の気持ちを表し、ナンバーアンダーライン愛の先輩たちの言葉に感動した、こうして仲間同士で支え合う姿が素晴らしいといった声が寄せられた。 また、バムブーのデジタル配信を楽しみにしているファンからも、この曲を聴くたびに、IMP の成長や努力を感じることができるといったコメントが多く見られた。戸部の社長である滝沢秀明氏も、彼らの活動に対して深い信頼を寄せている。彼は、戸部のアーティストたちがただ単に個々の成功を追求するのではなく、互いに協力し合い、支え合うことで大きな力を発揮することを信じている。 その信念は、IMP やナンバーアンダーライン愛だけでなく、事務所全体の文化として根付いている。滝沢氏はインタビューで、彼らが互いに支え合いながら成長していく姿は、私たちとべファミリー全体の誇りです。これからも彼らの可能性を信じて、全力でサポートしていきます、と語っている。IMP の7人はこのメッセージを受け、ただ先輩からの励ましとして受け止めるだけでなく、 それを糧にしてさらなる挑戦へと向かう決意を固めた。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちも、彼らの後輩としての成長を楽しみにしている一方で、自分たちも負けられないという競争心を抱いている。この健全な競争と友情が、飛べ全体の音楽シーンをさらに活気づけているのだ。バムブーのデジタル配信が決定したことで、IMP は再び大きな注目を集めている。彼らの楽曲は、 若者から大人まで幅広い層に支持されており、そのメッセージ性やエネルギッシュなパフォーマンスが特に評価されている。ファンだけでなく、音楽業界の専門家からも、彼らはこれからさらに大きなステージに立つだろうと期待が寄せられている。IMP とナンンバーーアダライン i の関係は、音楽業界でも珍しいほどの深い絆に基づいており、その絆が彼らの音楽やパフォーマンスに反映されている。滝沢社長のもとで、 これからも彼らは共に成長し、さらなる高みを目指していくだろう。ファンはその旅路を楽しみにし、彼らの成功を見守り続けるに違いない。IMP のメンバーは、先輩からの励ましと期待に応えるべく、さらなる努力を続けていた。バムブーの配信にあたっては、楽曲の世界観をより多くの人に伝えるため、彼らは新たな振り付けや映像演出のアイデアを次々と取り入れることを決意した。 楽曲制作の段階から深く関わり、リリースまでのすべてのプロセスにおいて自分たちの意見を反映させることで、IMP は単なるアイドルグループではなく、アーティストとしての存在感を高めていく。その姿勢は、彼らのファンだけでなく、他のアーティストやプロデューサーたちにも大きなインスピレーションを与えている。かつては、先輩たちに教えられ、導かれる立場だった IMP の7人も、 今では自分たちの力で道を切り開いている。そして、その過程で得た経験や知識を、今度は後輩たちに伝える役割を担うようになっている。これまで受け取ってきた支えや愛情を、次の世代に返していくという姿勢は、戸部という事務所全体の理念に深く結びついている。滝沢社長もその姿を誇らしげに見守り、IMP の活動を積極的にサポートしている。彼は自身の経験から、 アーティストたちが自分自身で決断し、責任を持って行動することの重要性を強く信じており、そのため IMP には多くの自由が与えられている。この自由こそが、彼らが独自のスタイルを確立し、音楽シーンで確固たる地位を築く原動力となっている。デジタル配信を機に、バムブーはさらに多くの人々に届くこととなった。その歌詞には、若者たちの夢や希望、不安や葛藤がリアルに描かれており、 同世代だけでなく幅広い世代から共感を呼んでいる。IMP のメンバー自身も、歌詞に込められた思いやメッセージについて何度も話し合い、自分たちの経験や感情を反映させている。そうした努力が楽曲にリアリティと力強さを与え、聴く人々の心に深く響くのだ。また、配信後のプロモーション活動では、彼らはさまざまなメディアに出演し、楽曲への思いや制作秘話を語った。その際、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが応援メッセージを送ったり、SNS で彼らの活動をシェアしたりするなど、IMP との絆がファンの目にもはっきりと感じられる場面が多く見られた。このような相互のサポートは、戸ベ全体のファンコミュニティをさらに強固なものにし、グループを超えたファン同士の交流も活発化している。こうした動きは、単にエンターテインメントの枠を超え、若者たちにとってのロールモデルとしての存在感を高めている。 IMP のメンバーは、ファンからの声を真摯に受け止め、自分たちの活動が誰かの勇気や希望につながっていることを深く感じている。そのため、彼らは常に新しい挑戦を続け、ファンと共に成長していくことを約束している。そして、その姿勢は音楽業界だけでなく、社会全体に対しても大きな影響を与えつつある。彼らの活動は、努力や情熱、仲間との絆が持つ力を示し、 多くのの人々にととっってて希望となっている IMP のこれからの活動がどのような形で展開されていくのか、その未来に対する期待はますます高まっている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちもまた、IMP の成功を自分たちのことのように喜びつつ、彼ら自身も新たな挑戦に向けて動き始めている。彼らはかつての自分たちのように、IMP が未来を切り開いていく姿を見ることで、 自らもさらなる成長を遂げることができると確信しているのだ。IMP とナンバーンダーラインアイそして戸ベ全体のアーティストたちが描く物語は、まだ始まったばかりだ。これからも彼らは互いに影響を与え合いながら、新たな音楽の世界を切り開いていくだろう。その未来に対する期待と希望、そして彼ら自身が持つ無限の可能性に、ファンは胸を躍らせながら、その旅路を共に歩んでいくに違いない。